ああ、スーとは仲良くなったかい？もうすっかり仲良しよ。いつもあやとりをするの。スーもできるのかい？ええ。手先の仕事はすごく難しいんだっておじさんも言ってたよ。そうか、あやとりもできるのか。それはすごいな。スー賢いのよ。ほう。そのうちきっと私が知ってるあやとりを全部覚えてしまうわ。気がついたら教えられていたりしてな。まあ、お父様ったら。さくら。何？幸せかい？ええ、どうして？安心したよ。お前がまだ悲しんでいるんじゃないかって思ってね。平気。夢を見なくても私平気よ。お母様、どうなさったの？なんだ、お前だったの？どうなさったの？お母様、お顔の色が悪いわ。ひどい悪夢を見たの。まあ、お腹の赤ちゃんを流産しちゃうの。やっと望んだ男の子だと思ったのに、この頃ずっとそうなのよ。この間おっしゃっていたのもそうだったの？疲れているのかね。ロボットが家事をやってくれているから疲れているはずはないのにね。どうしてだろうね。お母様、ずっと夜眠れないの？また夢を見るんじゃないかって思うと不安で時々ね。お前は心配しなくていいんだよ。今日はそんな夢見ないと思うわ。どうしてわかるんだい？だってそうなるから。ねえ、お母様かわいそうでしょ。せっかく男の子が生まれるのに悪い夢ばかり見ていらっしゃるのよ。どうしたの？スーは夢を見ないです。あ、そうか、スーは夢を見ないのね。スー、夢を見たことないです。私はね、見られるのよ、自由に、誰の夢でも。秘密なの、私とお父様だけの。明日が来ないかしら。私はその夜夢を見ました。お母様の夢、お母様の夢の中に入っていく夢。可愛い赤ん坊が生まれて、お母様のそばですやすやと寝ていて、朝日がカーテンを通して柔らかに入ってくる夢。夢の中のお母様がとっても綺麗だった。おはよう、さくら。おはよう。夢どうだった？いい夢だったよ。すごい可愛い男の子が枕元にいたでしょ。本当に可愛い子だったよ。お父様に似て。どうしてお前知ってるんだい？不思議な子だね。だから言ったでしょ、明日はそんな夢は見ないって。え？明日もきっといい夢を見られると思うわ。おはよう、お母様。おはよう。
いい夢だったでしょ。どうしてわかるんだい。だってわかるもの。昨日そう言ったでしょ。本当にお前は不思議な子だね。もう悪い夢を見ることはないと思うわ。どうしてそんなことが言えるんだい。だってそうなるもの。お父様、何？お前はあまり夢のことを話してはいけないよ。どうして？お母さんはよその家から来た人だからわからないのかもしれないけど、お前は少し違う子だから。違う子？とにかくあまりお母さんの前で夢の話をするのはやめなさい。お父様ならいい？今日もね、いい夢を見たのよ。赤ちゃんが初めて歩く夢だったの。なに？何がおかしいの？ううん、別に。お母様、男の子の名前ユイトってつけようと思うの。まあ、お前はどう思う？いい名前だと思うわ。そう。お母様、元気そう。いい夢を見るっていいものね。毎晩寝るのが楽しいの。あまり楽しすぎるから少し怖いけど。そんなことないわ。夢って自由に見られるものよ。だといいけど。お母様、どんな夢を見たい？そうね、みんなでハイキングに行く夢を見たいわ。いいことっす。今晩は私の邪魔をしちゃダメよ。はい。お母様にいい夢を見ていただくんだから、もっともっといい夢を見て、もっともっと元気になってもらうの。悪い夢ばかり見るのなんてかわいそうだもの。お体は平気ですか？平気。私夢の中では丈夫なんだから。お母様、ハイキング楽しかったでしょ？え？楽しかった？え、夢の話よ。ええ、どうしてお前が知ってるの？だから言ったでしょ？お前が？まさか。明日は何を見たい？え？どんな夢を見たい？もう一人女の子が欲しいかしら。ねえスー、お母様はやっぱり私のことそんなにお好きじゃないのかしら。きっとお母様は元気な女の子が欲しいのね。私は外にも出られないから。でもいいの。お母様がその夢を見て元気になるのなら私頑張る。ご主人様。お母様、妹可愛かったでしょ？夢の話よ。どうしてお前が？私からのプレゼント。お前一体何をしているの？何にも。こんなにいい夢ばかり見ていると少し不気味だわ。お母様。さくら、どうしてお母さんに夢の話をしたんだい？え？
しちゃいけないって言っただろう。だってお母様、悪い夢ばかりご覧になってたんだもの。これ以上夢の話はしちゃいけない。いいね。いい夢を見せてもいけないの？ダメだ。とにかく夢は全てダメだ。夢織のことももちろんダメだ。いいね。お茶をお入れしましょうか。いらない。私、お母様に元気になってほしかったの。幸せな顔をしてほしかったの。でもダメだった。どうしてなのかしら。ずっと夢織の力は人を幸せにするものだと思ってた。夢織？そう呼んでるの。自分の夢でも他人の夢でも自由に変えることができるの。おじさまのお話だと覚醒遺伝で伝わっているらしいけど、難しいことはあまりわからないから。夢織りの力持ってちゃいけないのかな。なんだかつまんなくなっちゃった。外に出たいな。どうなさったの？また悪い夢ばかり見るんだよ。今日なんかどうなさったの？お母様？向こうへお行き。え、でもお母様。いいからお行き。お母様、よっぽど怖い夢をご覧になったんだわ。かわいそう。助けてあげたいけど、お父様が。お母様？お母様？嘘よね。お母様？うじ虫なんて。お母様？さくら、いつからいたの？さっきから。寝てないの？お前は夢を見るかい？え？お母様はもう見たくないよ。どうだい、お腹の子は。ええ、少し痩せたな。もっと食べないと。悪い夢ばかり見るの。夢？この間生まれた子からうじが湧いている夢を見たわ。なんだか変なの。いい夢ばかり見たと思ったら悪い夢ばかり。さくらのせいかしら。まさかね。あの子、自分がいい夢を見せたような顔をするの。他人の夢なんかいじれるわけないわね。疲れているんだよ、きっと。私、この子を産む自信がない。大丈夫だよ、きっと初めての出産で不安なんだ。高齢出産ってこともあるんだよ。なんだか呪われている気がするわ。まさか。だってこんなに悪い夢ばかり見るの、この子を宿してからなんだもの。今日も悪い夢をご覧になったの？お前
よ。そう。でも時々嫌いになることはあるだろう。いいんだよ、正直に言っても。赤ちゃんが生まれたらお母様のことを憎らしく思うかもね。そんなことないわ。私も赤ちゃん楽しみだもの。昨日おばあ様の日記を見つけたんだけどね。え？夢織りってなんだい？そんな話聞いたことないわ。大体あなたもどうかしてるわよ。他人の夢を変えるだなんて、そんなバカなこと前代未聞よ。聞いたことがなくても事実は事実なんだ。物だらけの血筋なんだよ。夢織りの力は覚醒遺伝で伝わるんだ。私を騙したのね。騙したわけじゃない。いずれ話そうとは思っていたんだ。君が落ち着いてから。バカにしていたんでしょう。え？いい夢を見せられて、いい気になっている私を見てバカにしていたんでしょう。そんなわけないだろう。あの子はそうよ。おい、血なんかつながっていないもの。私のこと嫌いなのよ、あの子。それで嫌な夢ばかり見せるのよ。あの子はそんな子じゃない。私絶対眠らないから。悪い夢なんか見せられてたまるもんですか。おはよう、お母様。お母様？さぞかし得意だろうね。え？いいおもちゃがあって羨ましいね。何のこと？他人の夢を操れたらさぞかし胸がスキッとするだろうね。あ、お母様、お母様。